GX 本邦初公開、マジニュー GX ですから、よく見ると右ハンドル、あ、でも 3.5 ツインターボでしょ絶対。フェンダー、フェンダーこれだけ幅があるように見えるじゃないですか、はい、でも実際は 9mm しか出てないんで、はい、車検も対応なんですよ、賢いやつね足回り変わってるっすか、足回りも一応リフトアップさせてもらって、ね、普段入らないですか、そのままでは厳しいと思います、よりいじるユーザーからしたらいじりやすそうな車、じゃ今日はですね、ジャオスの能登さんがいるということは、ジャオスブースなんですけど、はい、ちょっと GX あるじゃないですか、はい、GX 本邦初公開、はい、ニュー GX ですから、ニュー GX 2024、はい、まあ、アメリカではねもう発表と発売にはなってるんですけど、はい、国内で、まあ、よく見ると右ハンドル、うん、ほんまやで、はい、はい、一応今回展示させていただいてます。国内初初です。めっちゃかっこいいですね。モーターショーとかにも一部しか一応展示されてなくて、はい、さらに一応まあジャオスのブースにあるっていうことは、はい、まあ、カスタマイズをさせてもらってて、はい、実はもういじっちゃってます。なるほど、そんなの先やらんといてもらえますかそうなんです、実はジャオスでカスタム済みと、済みなんです、ね、かっこいいですもんね。やっぱりレクサスさんって今このオーバートレイルプロジェクトっていうのがあるんですけど、はい、このプロジェクトはやっぱりレクサスの中にもいろんなお客様にまあ対応したいと、うん、はい、でまあ大体純正で乗ってる方が多いじゃないですか、うん、大多数の方が、うん、ただ遊び心も持ってるんだよと、カスタマイズもできるんだよっていうことで、まあ、お声掛けいただいて、まあ、LX 前回やったんですけど、まあ、今回は GX ということで、はい、まあ、またやっちゃいました。なるほど、ということでちょっと本ならジャオスさんが何をどうしてるかっていうのは、そうですね、ですね、大事ですね、まあ、まずこの一番、まあ、フロント目立つと思うんですけど、このフロントの部分、まあ、バンパーガードっていう一応名称をしてるんですけど、まあ、バンパーの、まあ、一番下の部分ですねに、どっちかというとこれはあのスチール製のバンパーをイメージして、まあ樹脂なんですけどね、 ABS 製なんですけど、まあ、イメージとしてそんな形で、あとはこれライト、まあ、デイライトですねっていうのをつけさせてもらって、まあ、よりオフロードなイメージをつけたいと。スキットプレートも付いてますけど、そうなんです。実際には走れるように、はい、さらにスキットプレートももちろん、まあ、うちでいうとお箱ですからね、こういうところはね、っていうのがまず第一、はい、まあ、一番フロントビューなんで、はい、一番あのポイントなんですけど、はい、で続いてこのフェンダー、フェンダー、これ正直すごいあの好評です。結局これだけ幅があるように見えるじゃないですか、はい、でも実際は 9mm しか出てないんで、はい、車検も対応なんですよ、賢いやつね車検もちゃんと構造変更が不要で、そのままディーラーさんにも入庫できる、はい、まあ、ジャオスらしさ、はい、ただこれだけ幅が、まあ、上にフェンダーの上にかぶせてるんで、うん、まあ、このダミーボルトっていうボルトと幅が、うん、でかなりまあ、ワイルドな演出をさせてもらってます、はい、でホイールも変わってる、もちろん、え、足回り変わってるっすよ、足回りも一応リフトアップさせてもらって、サスペンションホイールだけ、いや、丸々ショックアブソーバーも全部ですね、これはあのハイトコントロールとかないので、はい、そのままそのまま一応、ただあの特にどれと一緒っていうわけではないので、もう本当に新規で作りました。あ、そうなんですか、はい、なんかランクル300とアッパがちゃうっていう、そうですね、葉っぱが違うっていう話ですね、はい、それをわざわざ作って合わせたっていう感じですね、はい、何インチアップ、3センチぐらいには一応大人な感じで、はい、大人な感じでとどめてて、はい、でまあ、そのリフトアップに合わせてタイヤホイール、うん、まあ、このホイールもこれはでもどちらかというともうランクル300系とか、はい、まあ、GR とかでも使えるように18インチの新規のやつなんですけど、まあ、それあとタイヤですね。これタイヤ何インチ？18なんですけど、275/70/18っていう、まあこれもまた日本ではないサイズなんですけど私のわがままで、あのやっぱり幅も少し、まあ標準が265なんで幅も少し太くして、ただ285とかまでちょっとなんだろうな、あんまりそういうワイルド系ではなく大人にしたかったっていうテーマで、運動性能とかね、もう、まあ、害がないような形でやったと。なるほど。っていうすごい僕のこだわり。これ17入らないですか？17
入りそう。そのままでは厳しいと思います。はい、あ、そうなんですか。おそらく300と一緒なんで。300もでもたまに17履いてる人いるじゃないですか。あの裏ホイールの裏の形状によっては履けます。はい、なるほど。ジャオスの17は入らんかったんですか。まあそれこそね LX に履いてますけど、本当2ミリないのかな、うちのホイールだと。履けるけどって感じです。はまって回転はするんですけど、でうちの基準ではダメなんで履いてない。まあ、履けるけど、ただホイールの形状によっては、はい、そこの一番ねキャリパーのところだけ近いところが逃げれればねいいでしょうけど。へえ。でステップがついてて。そうです、サイドステップ。あ、ヒロ君な、来た方。いやいや、これ排気量とかどういうエンジン使われるんですか。それはね、そもそもどちらかというとね、まだ日本の仕様が発表はされてないんで、うん、僕らもわからないです。あ、そうなんです。まあ、でも 3.5 ツインターボでしょ。絶対絶対 3.5 やん。国内のランクル300用と一緒でしょ。日本語で発表されてるのは、はい、あの V6 ツインターボと、はい、あの 2.4 のハイブリッドの2エンジンが一応アナウンスはされてるんですけど、どれが出るっていうのは僕らも聞いてないんで。はい、でも覗いたら 3.5 っすよ。あれ3.5 やろ。最近それで逃げることをね。で、まあ、ジャウスの代名詞のバットガードですよね、はい、とサイドステッ プ, サイドステップ。あとはまあ上を見るとこのラックですね。このシリーズを今展開してるんで。ヒロさんの70もジャウスの、ジャウスのラックですね。ありがとうございます。そう、あのモデリスタさんのやつというような、まあ、全般、うん、これはちなみに今レクサスから来てて、ジャウスでこういう風な、はい、パーツつけて日本国内で発売されるときにはこのパーツは選べるようになる、確実になるとかいうことですか。あ、それは逆なんですよね。あのランクル70は必ずね買えるような形でやってたと思うんですけど、これはどちらかというと遊び心を持ってやってるプロジェクトなので、ディーラーさんで買えるとかっていうプロジェクトではないんです。この車を盛り上げていきましょうという一応、はい、位置づけなので、お買い求めはジャオスまでお問い合わせいただければ。なるほど、はい、でジャオスからはとりあえずこの形では出す部品は販売予定なので、それは例えばお近くのレクサスディーラーさんとかで、まあ、取り付けいただくっていうような流れになりますね。なるほど、はい、LX とも全然足回り違うんですか。 LX はどちらかというと、もう国内のモデルはあのスタビが例えばついてなかったりとか、はい、ハイトコントロールがついてますんで、はい、うん、全然仕様は違います。これはついてないんで。ランクル300とも全然違う。これですか。はい、300に近いかもしれないですね。減衰力調整がついてて、ショックアブソーバーが可変で、はいはい、あの硬さが KDSS みたいな、はい、でレクサス初の KDSS、 EKDSS か、はあ、もうまたチャンスね、ついてるんで。へえ。まあ、よりいじるユーザーからしたらいじりやすそうな車。一番近しいのがランクル300の GRS に近いです。そういう意味でいくと。なるほど。スタビだったり、その減衰力調整だったり、あとはどこまでユーザーさんが、まあ、バネだけで対応するのか、はい、ショックまでいっちゃうのかっていうような流れですかね。今後車庫長みたいなのも出てくる、ジャオスさんで。まあやろうとは思ってるんですけど、まあこのね、レクサスの方がわざわざそれを外してやられるのかっていうのは、ちょっとまだこれからの、あくまで僕らがこれを好きにカスタマイズしてくださいっていう中では、まあ僕らは何でもね。楽しそう、その仕事楽しそう。だから見てください、これこのカタログ。ほう、これリアルですよ、これ。へえ、なるほど。え、僕写真撮りに行ってないですけど、なんで何でなんですか。どうぞ。ノーコメントで。これ合成とかじゃなくて。すごいですね。どこですかこれ。北海道。それもまた秘密。結局これはね、まだ発表されてない状態の時に用意してるんで。でもこういったことをして、実はこれも走らせちゃってるんですよね。実は。すごっ。それちゃんとあのトヨタ自動車さん の, あのプレスリリースとして画像も展開されてますので、はい、かっこいいな。ご興味ある方はぜひ見てください、はい、これ。どうですか。どうですか。まず色がいい、色がいい。だからそれこそほんまにそのテーマ通りで、レクサスをこんな感じにできるんやっていう。そうなんですよ、うん、内装見てもらう。外からね。ミラーも、ほんまや、ミラーもなんか違う。
うん、見えへん。見えないな。残念だな。うん、でも内装とかはね、もう出てる、出てるし。またちゃんと公式ページ、トヨタ自動車レクサスさんの、はいはい、ページに出てますんで、それはそちらをご覧ください。はい、これだって今回、はい、東京オートサロンでは、はい、ちゃんとパーテーションでちゃんと、もう近くに行けないように、させてもらってたんですけど、はい、特別になしです、はい、もう、へー、だからこの距離感で皆さん見ていただけるっていう、なるほど、特別サービス中です、ありがとうございます。会場にね来れなかった方は YouTube 見ていただいて、そうですね、はい、はい、いろいろ調べてもらえればありがたいです、はい、ありがとうございます。ほんまでも250とかもそうですけど、最初からフェンダーめっちゃ出てますよね。オーバーフェンダーにもともとなってるみたいな形状やからかっこいい。その辺とかグロス、ほんまや、高級感ありますもん ね、うん、ね、見たことないこの感じ。フロントピラー立ちすぎやし、めっちゃ立ってますね。こんなかっこよくなんですね。はい、はい、というわけでですね、ジャオスブースにある GX 紹介させてもらいました。はい、皆さんにぜひ見ていただいて、はい、買っていただければ嬉しいです、はい、盛り上げていきましょう、はい、ありがとうございます、はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。乗れる、乗れるけど、わ、へー、どうどう、わ、もうなんかこう俺をちゃん、俺をゲットしてる。はい、というわけで、はい、三菱ブース、ブース、はい、はい、トライトンですね。でかないな、でかい。やってるからかな。まあそれもあるかもしれないけど、ちょっと何本上がってんのかとかちょっと分かれへんね。ちょっと見たいね。向こうから見てみる。まあまあいい感じ。やけ、やけどなんか思ってたよりっていう感じかな、俺は。まあなんか普通 一緒かな別に。うん。後ろが高くて前がちょっと。ハイラックスと比べてどっちがどうってことはあまりないというか。